こっちの方に興味ある人がいっぱい来そうや。まだまだでっかいクマとか羊とかもあるやん。こんなクマ。駅前の通りの、アーケードのぶら下がってる、あれ全部、結構子供らがパラサウロラフスとかしてやってる。気がつくといっぱい。これは一番楽でいいわ。部屋の中でできるで。あとほら、あの匂いしないし、スプレーで塗るんでないで。で道具もほら、あのやかましくないし、ウェーンって入るの線でいいで。だからもっとよぼよぼになってもこれは続けてられるなって。もうキャンプやらスキューバやらヨットやらは今はまだいいけど、あと10年経ったらちょっと危ないなと。この働く車のラインナップってのはずっとあったんですか？いや、これのために設計してもらって。ここにあるのは全部新しいの？それも2週間か3週間前に上がってきたのばっか。今あともう一つ、あのショベルローダーが来る。それが一番メインなんやけど、時間かかってるんやって。やっぱこのショベルがないと。ショベルとダンプでセットやで。で本当はなんで人が乗って動かすのも作りたかったんやけど、ちょっとやってられんかって。あの恐竜20匹作るのが入ったもんやで。あの担架に入れてるちっちゃい宇宙人、かわいらしいさ。いや救急車やでさ。やっぱ欲しいなって。あの救急車についてるマークって何のマークですか？あの丸い、これ適当に作ったんやと思います。あの著作権があるさかいに、ものすごくうるさいの。宇宙ロケット H2B 作った時もそこにあのいろんなステッカー貼ったるが、東芝とか日立とか、あれ一切使用禁止。JAXA やったっけ、あれのマークつけるのも全部申請せなあかんね。ウルトラマン後の時にはつぶらやプロから監修来たもん。ウルトラマンやらウルトラセブンやらカネゴンのでっかいやつをあの飾りたいって市の美術館から来てさ、で、あちこち見て、で、OK が出て、で、エレキングやらなんやら、5つ作ったんかな。そしたら、あの、こういうのを許可出るのはおそらく初めてやつよ。あの、これなら大丈夫って。別に僕がすごいんじゃなくて、その型紙作った人がすごいんやけど。あそこはオタクがいっぱいいるんやって、学芸員に。ほら、あのウルトラセブンの第27話に出てきたピット星人ですけどみたいな感じでさ、さらっとそういうのが出てくる。そういう人らがいる。時里さんもすごい、ものすごいオタクやでさ、あれの。僕らなんかお呼びもつかん、とんでもない役に立たない知識をいっぱい持ってる。だから去年の宇宙の時もさ、すごかったよ、いろいろ。宇宙のあの宇宙探査衛星のことやらすげえ詳しいの。何十年か前に行ったボイジャーとかさ、ああいったやつのこととうとうと語るでさ、夜電話かかってきて、型紙の話済んでから2時間ぐらいだいたいそういう話する。重機とか、こういうあの働く車についても詳しい。結構詳しい、設計をよそで受けてるのもあるんや。道路公団みたいなところで、企業が何かこういうやつ紙で作りたいと思ってもどこに聞いていいかわからんで、でネットやらで検索するとうちが引っかかってくるんで。で電話かかってくる。外国の方が、ポーランドとかあっちの方は子供の頃からペーパークラフトないわ。プラモデルがあんまりないの。人口が少ないで、
初期景品がかかるやつは売れなくて、ペンセンで、でペーパークラフトでいろんなもんで出て、向こうのペーパークラフトの精密さっていうのはもう病気。冬にペーパークラフトショーっていうのがあって、そこへその国中の人が集まってきて自分の作品並べて自慢する。第二次大戦中の日本の軍艦っていうのが割と人気で、なんでか知らんけどポーランドで、それも大和とか武蔵じゃないやって、ゆずきとかがなんか聞いたことないっていうのはマニアックなやつがいっぱい出てる。で空母赤城なんかやと三段の飛行甲板のとこに これくらいのゼロ戦やら97式艦爆やらがずらーっと並んでて、ペーパークラフト、俺がもう写真に撮ってパッと見るとあんなプラモデルと区別つかんのピシッとしてて、うん、でアップになって見るとその艦上機羽根こうやって折りたたんだのやら伸ばしたのやら、うん、でずらーっと並んでて、で着艦してくるのを止めるこんなほら網ネットとか、うん、張ったるワイヤーとか1メーターちょっとぐらいの大きさやけどさ船は。でみんなそんなの持ち込んで、で年寄りが多いんやけど、だから1年かけて酒でも飲みながら暖炉の前でちまちまと作って、そう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 すっげえ人らがいるなぁと思ってる。だって僕は大きくしたの作ってるけど逆に小さいの作ってる人いる。ヤマハのバイクなんかでこれぐらいのができる型紙が公開されてて、で僕はそれを実物大にしてたんやけど逆にそれを縮めてこれくらいのむちゃくちゃ精密なバイク作ってるのが薄い紙で、でなんでこんなことするんかなと思ったら、東京に住んでる人で飾る場所がないんで自分の部屋の棚のところにそのちっちゃい精密なのがビーッと並んで、ペラペラの紙をつる首のピンセットでこうやって作るんやわ。糊化って普通の糊、ボンドでは濃すぎるで水で薄めて、でちょんちょんとつけて貼っつけてピンセットで押さえて、ってこれは真似できんと思ったキッチンカーなんかは割とデフォルメした感じですよね、うん、あれは金津の創作の森のフレンチトーストピクニック用に作ったの、車のイベントで、はい、ああいう感じの図案の絵本とか絵を描いてる人の作品展と一緒ない。今村幸次郎さんつってロボットとかフランス車が出てくるんやけど、うん、で顔合わせで行ったら「あむさびやんわ」つって「って年一緒やわ」って「あ同期やこれ」つってさ。うんで、いいよ、協力するよ、つって。で、初回からずっと協力してる。